お許します。田島麻衣子君。はい。私はただいま可決されましたガス事業法及び独立行政法人エネルギー金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党新緑風会の各派、並びに各派に属しない議員平山幸子さんの共同提案に対するよる付託決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。ガス事業法及び独立行政法人エネルギー金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案、政府は本法施行にあたり、次の所定について適切な措置を講ずべきである。1、電力ガスを含め国民が安心して暮らせる我が国のあるべきエネルギーミックスの姿を広く示し、その実現に必要な政策的措置を含めて国会での議論を丁寧に進めながら、政府として責任を持ってその実現に向けた取り組みを進めること。ガス分野においては2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、合成メタンを製造するためのメタネーション技術の開発や効率的な熱利用等の熱需要における脱炭素化の促進のために実効的な措置を講ずること、また安定的なエネルギー供給の確保の観点から国内におけるバイオマス、メタンハイドレード等の資源開発をさらに推進すること。2、緊急時における独立行政法人エネルギー金属鉱物資源機構ジョグメクに対する経済産業大臣による液化天然ガスLNG の調達要請については、その要件をあらかじめ具体的に定めること等により予見可能性を高めるよう努めること、またLNG の調達から利用まで相当な時間を要することから、世界的なLNG の需給状況を踏まえつつ、民間事業者と緊密に連携を取って緊急時に速やかに必要な調達が行われるよう万全を期すこと。3、LNG は都市ガス用のみならず発電用にも使用されることに鑑み、緊急時にジョグメックが調達する LNG の事業者への供給については運用の明確化を図り、適切な配分が行われるよう努めること。またジョグメックによる調達価格と手数料の転嫁にあたっては過度な転嫁とならないよう内容を吟味すること。4、緊急時にジョグメックが LNG 調達に関する業務を適切に実施できるよう、あらかじめ業務内容を定めるとともに、民間事業者との役割分担を明示し、その体制の整備に必要な措置を講ずること。また、資源開発は投資の回収期間が長く、不確実性の高い事業であるが、過度な繰り越し欠損金の計上が継続しないように、事業計画の確認や業務の実績評価を適切に行うこと。5、ガスの使用制限を実施するにあたっては、対象となる需要家等の予見可能性を確保するため、事前に十分な調整を行うとともに、制度の趣旨及び対象範囲や制限の方法等について、国民や関係者に対する周知徹底を図るなど、制度の運用に万全を期すこと、また使用制限による需要家への影響が最小限に抑えられるよう、できる限り勧告制度を活用するなど、十分に配慮すること。6、ガスの使用を制限することは、国民生活及び企業活動等に重大な影響を与える恐れがあることに鑑み、平時から資源外交の積極的な展開、LNG の開発調達に対する戦略的な支援、取引の柔軟化に向けたさらなる取り組み等を通じて、LNG の低廉かつ安定的な調達に努めるとともに、需要家に対する節ガスの呼びかけや、経済インセンティブの活用等を進めるなど、ガスの需給両面において可能な限りの対策を講ずること、右決議する、以上でございます。何卒委員閣議のご賛同をよろしくお願いいたします。ただいま田島君から提出されました付帯決議案を議題とし採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって田島君提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し西村経済産業大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。西村経済産業大臣。ただいまご決議のありました本法律案の付帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと考えております。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。お疲れ。